は8期生の山本ひかるです。よろしくお願いします。皆さん、もうショールーム初めてなのでめっちゃ緊張してます。で、皆さんめっちゃ来てくれてありがとうございます。明けましておめでとうございます。こんにちは。じゃあ今からいろいろ皆さんお話ししていきましょう。特技披露よかったよ。本当ですか？もうありがとうございます。めっちゃ緊張して、なんかミラーボール、すごい、ありがとうございます。初めて配信、憧れの先輩は誰ですか？山本がつく先輩方です。もう皆さんもう本当にすごくて、もう憧れです。レイさんのお気に入りピカルン、いやもう本当にそう言っていただいて本当にめっちゃ嬉しいです。集団行動すごかったです。ほんまですか？マジであれすることなくてめっちゃ緊張したんですけど、もうそう、ちょっと楽しくできたのでよかったです。同じ中学3年生です。あ、ほんまですか？めっちゃ仲良く、なんか嬉しいです。一緒に見てくれて。8期だと誰が仲いいの？やっぱりゆきのとみひなですかね。めっちゃ仲いいですよ。右向け左って言われた時どんな気持ちだった？めっちゃびっくりしました。なんかどうすればいいか分からなくて今だったら多分対応できますね。NMB を好きになったきっかけは、その山本さやかさんが AKB48 兼任してて、それで知って好きになりました。黒島ちゃんとは仲いいの？仲いいですよ。めっちゃ喋ります。てっぺんとったんでーの子か。そうです、てっぺんとったんでーの子です。私の一押しのひかるん、こんにちは。こんにちは。大声芸お願いします。今大声で叫んでいいんかな。ちょっとわからないです、ごめんなさい。ピカピカできるんや。遊びに来たよ。遊んでてください。声落ち着くね。ほんま、めっちゃ嬉しいです。オーディションの時何番、何番やったっけ？3時の時が73番で、2時の時が211番でした。三重県のおすすめスポット教えて。やっぱり伊勢神宮ですかね。やっぱりみんな一度は行ってください。まだ中学生だっけ？中学生です。次高校生です。ジョニシレイちゃんとはお話ししました。レイさんとはお話し少しだけさせていただきました。もう本当に優しくて、これからもお願いします。一輪車の子や、一輪車です。トリチェンちゃんとは話した？あ、話しました。めっちゃ話しますよ。もうめっちゃ可愛いです、マサイちゃん。三重の誇りを、もうそんなこと言っていただける日が来るなんて思ってなかったです。めっちゃ嬉しい。赤福好き？あ、好きですよ。めっちゃ食べます。この間伊勢神宮行ってきた。はい、初詣ですかね。小顔って言われてたよね。小顔ですか？私ピカルンと同い年。マジですか？もう同い年の子が見に来てくれるってめっちゃ嬉しいです。寿司に親戚がいるから岡山から行ったら遠かった。岡山って言えば彩香ちゃんですよね。彩香ちゃん岡山ですね。それぐらいの距離です。質問です。口笛はできますか？口笛できますよ。じゃあ山本ひかりで読み方合ってますか？山本ひかるです。お願いします。母親が三重県出身なんで親近感感じるわ。もう感じまくってください、親近感。レイちゃんに狙われているピカルンだ。でもレイさんを狙ってください。あ、ごめんなさい。なんかもう、おこがましい。NMB で山本は絶対出世します。出世できたらいいですね。もう、
もう今までの山本さんに負けないように頑張りたいと思います。はじめまして、ピカリン、ピカルンです。大物が多い山本宮司ですの。もう本当に恐れ多いですね。眉毛かわいい、かわいいですか？初めて言われました。すでにセンター候補ですや、もうそんな、頑張ります。ピカルンって呼ぶと金子支配人が振り向きそう。金子さんにニックネーム取られないように気をつけてね。いや、気をつけます。三重県って関西ですか？関西ではないんかな。関西ではないと思います。元気女子高校生ですか？まだ中学3年生です。次で高校生です。黒目大きくて可愛い。大きいですか？ありがとうございます。一輪車の子かな。一輪車の子です。いい声してはる。ほんまに嬉しいです。めっちゃ坂下真子と話した。めっちゃ話しましたよ。じゃ自撮りもしました。最近の子はどんなアニメを見てるのかな。アニメあんまし見ないんですけど、最近だと自分はずっとドクターストーンを見てます。8期生全員と話した。もうめっちゃ喋りますよ。 みんなめっちゃ仲良くて、もういつも楽しいです。もう大人の僕が中学生に送り返しかやばい。今大声で叫んだらやばいよね。多分やばいですね。先輩とは話した？話しましたよ。なんかそのお披露目の時に渋谷渚さんがお話ししていただいて、もうめっちゃ感動しました。将来三重県の観光大使よろしくお願いします。なれるように頑張ります。ダストンは黒田ふわさんも大好き。ほんまですか？いつかお話できたらいいです。A ちゃんさんに何かされましたか？まだされてないです。無事撮りしていただいてマジ嬉しかったです。三重県出身なのに関西弁うまいね。関西弁なんか三重県出身結構入ってますよ、関西弁。ピカルン可愛すぎてほんまに韓国で、韓国から応援してくれてるんですか？めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。古代山本ですよ。全身タイツもできますか？全力でやらせていただきます。高橋さえちゃんと仲良しですか？めっちゃ喋りますよ。兄弟いますか？います。山本は NMB の歴史で一度も途切れてない名字だよ。ですよね。もう5代目昭和知ってもらってもう嬉しいです。早くお話し会とかしたいです。本当にしたいです。皆さんいっぱいお話ししましょう。こんにちは、こんにちは。三重県は地域の関西より話し方とかそうでないとか分かれるよね。多分分かれるんですかね。ちょっとよ、普段香水つけますか？つけないです。こんにちは。好きな女優さんいてる？今います。大きい声出せるんですね。めっちゃ出せますよ。学校ではよく喋るタイプ。めっちゃ喋ります。元気だね。元気です。八木の中で一番テンション高い人誰？誰ですかね。みんなめっちゃテンション高いですよ。ミヒーと誕生日一日違いなんですね。そう、ミヒーとアミちゃんともう一日違いです。全員一日違いで。受験生大変じゃない？大変ですよ。
肌も髪もツヤツヤやね。ほんまですか、ありがとう。受かった時、学校の友達に何か言われた。めっちゃびっくりされました出口さんと大声対決して、はい、ゆいなさんでもできたらいいですね、本当お願いします初見です、ありがとうございます。オーディションの時配信してましたか？してないです。ちょっと大阪城ホールは出させていただいたんですけど、ショールーム配信はしてなくて。でも大阪城ホールめちゃくちゃ楽しかったです。マジ集団行動1、2そう、めっちゃもうあそこ流されると思ってなかったんで、めっちゃびっくりしてましたすごい、もうと NMB の山本にハズレなしとかいう伝説引き継いでるな。引き継げてます？めっちゃもうマジで頑張りますねてっぺん取ったんでがなかなかインパクト強かったです。インパクト残せてました、めっちゃ嬉しいですアキラ天帝初めて見た感想は、すごい人だなと思いました。めっちゃ優しかったですよ。引き継いでいけてますかね。集団行動シュールでした。自分でも見てシュールだなと思いましたそう、めちゃあの時は必死でしたねヘルメット姿可愛すぎました。ヘルメット可愛かったですかヘルメットなかなか被ることないんで、うん、先生の見た目怖くなかった。怖くなかったですよ。一人で集団行動で、集団じゃないですよね、一人で集団行動したらいや、ヒカルちゃんはウィンクできる？ウィンクできない系なんですよ。ちょっとできないですね。昼ご飯食べた？食べました。右向いて左は反応できませんね。そうですね、あの時はできないとかったですね。アキラ天帝からなんか名言もらいました？もうすごい名言だらけです。もうすごい心に染みますね。ラス経験はある？ないです。好き嫌いないの？好きなものが多すぎてメイク何パーですか？メイク今ちょっと薄めですね。名言あんなにヘルメットをかぶる顔は1個かぶれる子は日本であなただけですそう、ほんまですかもうヘルメットめっちゃみんなに言っていただいてに自信ありますか？歌に自信はあるようなないような笑顔がして、ブログ今日多分返信するんで、皆さんお願いチェックお願いします。普段からあんなに叫んでるの？テンション上がった時は結構大きな声出しますよ。今大きな声出せないですね。八期は黄金期になりそう。そう、八期生でいろいろお仕事したいですね年齢より年下に見られることある？よくありますよ。中学生なのに落ち着いてる？落ち着いてますいや、三重県は関西弁ですか？関西弁なんかな？関西弁ではないかな。でも三重県の方言も多分ちょっと入ってると思います。初見です、ありがとうございます。いや、ダンス経験はないです。しっかりしてる？しっかりしてますかね。8期
は可愛いより綺麗系の美人さんが多いです。もう本当にみんなめっちゃ可愛いですよ。ピカルンじゃなくてピカルンでピカリンんピカルン、そう、自分でも最初ピカルンちょっと違和感だったんですけど、今は気に入りましたよ中学生なの？はい、中学生です。天然の方？天然じゃないはずです初見です、ありがとうございます。得意な科目は？得意な音楽ですかね。アカデミー山本さんとしては気になる山本さんはいますか？やっぱり今ミカナさんがいらっしゃるんでお話をしたいですね何時までやるとかあるのかな？何時まで？まだわかんないです。同級生からはなって呼ばれてるの？呼び捨てですですね。一話初見だよ、ありがとうございます。笑顔でカメラ目線ください。一瞬でしたねとキャッチフレーズ、もうキャッチフレーズ楽しみにしててください。はい、かわいい、ありがとうございます。本当にもう皆さん、金魚すくいどれぐらい取れるの？最近お祭りが少ないんで、金魚すくい今あんましやれてないんですけど、どれぐらいですかねまたやりたいと思います。NMB に来てくれてありがとう本当にこちらこそ本当にありがとうございます。フォローしました、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。なんかいろいろありがとうございます。はい、じゃあもうこの辺で今日は終わろうと思います。じゃあちょっとランキング読み上げてきますね。エペ13位のエペチャペさん、ユーニーのユウシさんかな、11位ユージンさん、10位タクヤアット北海道さん、9位ごめんなさい読めないです、9位ちょっと待ってくださいね、ごめんなさい。で8位がポコタさん、7位がミャオイさん、で6位山本 ルンさん、5位がカニさん、4位がアキさん、3位マドカさん、2位がサッチ、ちさちゃんさん、1位がうたさん。はい、この辺でありがとうございました。もうたくさんの方に見ていただけて本当に嬉しかったです。またすると思うのでいつかその時はよろしくお願いします。はい、またこれからもたくさん活躍いけるように頑張るのでお願いします。じゃあ皆さん今日はこの辺でありがとうございました。バイバイ頑張ってくださいバイバイ、またね。